という傾向ありますけれども、そうですね、まあ、2000年のシドニーのオリンピックが行けなくなってから、そのリーグのチームが撤退してしまって、まあ、女子サッカーもなかなか注目をしてもらえない環境だったんですけれど、2004年の、アジア予選で北朝鮮に勝って、アテネのオリンピックに行けたことで、また女子サッカーが盛り上がったかなと。坂口さんは他の例えば新潟とかいろんなこうクラブであのプレーをされて、はい、実際ベレーザ外から来たじゃないですか、はい、その時なんかベレーザのなんだろう、こう空気みたいなものってどうでした？他のチームと違う何かってありましたか？実際、まあ、確かに入団当初はちょっとアウェー感っていうのはありましたね。はい、大体の選手が多いので、まあ、すごくみんな技術もありますし、まあ、ちょっと最初は練習についていたのがちょっといっぱいいっぱいでした。違うだろうっていう外からのめっちゃ声があるんですが、ほんまですこれ、なんやねんこいつみたいな感じの目線